宮本君。日本共産党の宮本徹です。引き続き財務金融委員となりました。まずですね、来年度の税制改正についてお伺いしたいと思います。まあ、報道を見てますと、所得税、基礎控除の拡大と給与所得控除等の縮小がセットで議論されております。しかしですね、例えば基礎控除の拡大は賛成ということを、まあ、本委員会でも言ってまいりましたけれども、給与所得控除等を減額すると他のですね、社会保険料だとか住民税にも影響が出てきます。やり方によってはですね、低所得者にも負担増ということをもたらす危険もあると思っております。で、資料を配っておりますが、例えばですね、国民健康保険料の、課税基準額というのは、所得からマイナス33万円引くわけですが、給与所得控除を縮小するとですね、まあ、当然国民健康保険料は負担増になるわけですよね。で、この基礎控除に当たる33万円を、まあ、給与所得控除等の縮小に合わせて、給与所得控除等の減額分に合わせてですね、その分引き上げるということをやればですね、国民健康保険は給与所得者だけじゃないですから、自営業者もたくさん入ってますから、保険料収入全体はマイナスになるわけですよね。そうするとその保険料収入の少なくなった分を別の方法でカバーしなきゃいけないという必要が出てくるということになります。もしその別の方法としてですね、所得割の税率を引き上げるということになったら、これまた結局ですね、低収入の給与所得者の国民健康保険料も上がっちゃうというですね、こういう問題も出てくるわけです。それから下の方には住民税の計算式載せておきましたが、まあ、住民税、これは非課税世帯になるかどうかというのも当然給与所得控除の縮小は影響します。で、これ縮小すれば当然ですね、非課税となる基準額も変更しないと課税世帯となるわけですね。で、住民税は課税世帯か非課税世帯かで、まあ、かなり制度的に他の面でも違います。保育料の減額、高額療養費制、療養費の減額、あるいは給付性奨学金の対象になるかどうかも、住民税非課税世帯かどうかということになるわけですね。で、今年の政府税調の中間報告を見てみましたら、まあ、個人所得課税の見直しが社会保障制度に与える影響について留意する必要があると、まあ、こういう指摘はされております。麻生大臣、私はですね、まあ、今税調で議論されているさなかだと思いますが、所得税の改正、これはこの給与所得控除等の縮小が波及してですね、所得の少ない方、こういう方々の国民健康保険料が負担増になっては絶対ならないと思いますし、あるいは住民税非課税世帯がですね、課税世帯になるようなこともあっては絶対にならないというふうに、考えております。ですから、これはやっぱり手を打たなきゃ、こういうことをやるんだったら本当に手を打たなきゃいけない問題だと思っています。私自身は基礎控除を拡大しても所得が少ない方については給与所得控除等はですね、縮小しないということもですね、検討すべきだというふうに思っていますが、まあ、どういう方法を取るのであってもですね、関係省庁ともしっかり協議を行って、まあ、社会保険料や住民税、さまざまな制度への影響もしっかり視野に入れてですね、今度の税制改正、この影響で低所得者や中間層が負担増にならない策をですね、しっかりと取るべきだと考えますが、その基本的な考え方についてお伺いしたいと思います。麻生大臣。今のご指摘ですけれども、個人所得課税の見直しということにつきましては、これはもういわゆる所得税、個人住民税ともに今与党税調で今審議の最中であり、なんで具体的な内容が現時点で決まっているわけではありません。なお、ご指摘のありました社会保障制度等々において、所得税とか、またいわゆる個人住民税の所得金額に応じたいわゆる負担とか、また、なんですかね、給付水準等々が変化するというものが存在しているということは、これは私もよく認識をいたしておりますが、仮に今回の見直しによって、所得税とか個人住民の所得金額とは変わるということになる場合に関しては、これは関連する制度は他にはありますので、そういったものを所管しておる省庁、府省においていわゆる見直しの趣旨を踏まえて、適切な
対応を検討していただく必要があるものだと考えておりますので、見直しの内容が決定次第各所に見直しの内容というものをきちんと説明した上で対応を要求していきたいと考えております。宮本徹君。絶対ですね、低所得者や中間層が負担増にならない策をですね、しっかり取っていただきたいと思います。年少扶養控除をなくしたときにですね、民主党政権の時でしたけれども、子ども手当を作ってというときにですね、時の政権は自治体に対していろいろ手を打つように通知を出しました。保育料に波及しないようにだとかですね、通知出しました。しかし例えば東京都内では3つの自治体がですね、その通知にを、ある意味無視したわけですね。で保育料がですね、子どもが多い世帯が一気に年間20万円上がったりとかですね、そういうことも起きたということがありました。私もその相談に乗ったことがありますけれども、ですから本当にですね、この控除をいじるというのは他の制度まで含めての波及というのは本当に大きいですから、絶対にですね、庶民が負担増ならないという点をですね、しっかり貫いていただきたいと強く求めておきたいと思います。それあともう一つですね、その報道ではですね、この給与所得控除の縮小で、年収800万円ぐらいから増税という話が流れているわけですよね。で年収800万円というのは私高額所得者とは絶対言えないと思います。中間層だというふうに思います。私はやっぱり所得税でですね、やっぱり最もメスを入れる必要があるのはここの委員会でも何度も言ってきましたけれども、やっぱり株の儲けに関わる税率が低いために、所得が1億円を超えると実際の税負担はですね、所得が多い人ほど下がっていく、これは国税庁の資料でもはっきりしているわけですよね。こういう状況を正すことこそですね、所得税の見直しでは私は一番必要なことだと思っています。麻生大臣ですね、サラリーマン増税ではなくて欧米に比べて低いですね、金融所得課税の引き上げこそですね、検討すべきだというふうに思いますが、いかがですか。麻生大臣。ご指摘のありました金融所得課税は主に、株の配当とかそういうことなんですけれども、これは平成28、26年の確か上場株式の配当の時のいわゆる上定義について、確かあの時税率を倍にして10から20だったっけな、ちょっとそんなもんだと思いますが、倍にしたんだと記憶しますので、あの倍にしたのが2年前だと思っておりますので、高所得者ほどは所得税の負担率は上昇するという傾向が見られておりますので、所得再配分機能の回復には一定 の効果があったのではないかと私自身はそう考えております。いずれにしても今後の税率の水準というのはこのようなやっぱ効果というのを見ていくと同時に、やっぱり景気情勢とか、市場の動向とか、また財政状況もありましょうし、税制とか社会保障等々に関してまして、いわゆる所得再分配の状況とか、そうですね、金融の所得課税のあり方とか、そういったものをいろんなものを勘案しつつ検討する必要があるというのは私もそう思っております。宮本徹君。検討する必要があるとはおっしゃいますけれども、先ほど言った通り麻生大臣もおっしゃいましたけれども、一定の効果あったわけですね。 10% を 20% に戻したことによって、でさらに欧米並みに引き上げればもっと所得、再配分には効果が出るということは間違いないわけですから、やっぱりサラリーマン増税をやり一方で言いながらですね、所得1億円を超える方々は実際の税負担大金持ちほど低いという状況を放置しているというのはですね、これはとても国民の納得を得られるものではないということを強くですね、申し上げておきたいと思います。その上でですね、次に森友学園の問題についてお伺いしたいと思います。会計検査院の指摘がありました。政府の国有地の値引きは根拠がないと指摘されました。私たち野党がですね、指摘してきた通りということです。そしてですね、土地価格値下げのためのシナリオを財務省の側から提案している3月下旬の音声データについても、これも財務省は存在を先日認められました。で私も3月下旬とされるですね、音声データを聞いてですね、一番不可解なのは、業者の側は3メートルより下というのは語弊があるんだと、3メートルより下から出てきたかどうかわからない、9メートルというのはわからない、こう繰り返し言っているのに、国の側が9メートルまで出たことにしようということをですね、一生懸命
近畿財務局の方から言っていることなんですよね。まずですね、お伺いしたいのはこの9メートルという数字はですね、一体どこから出てきた数字なのかということなんです。3月11日に新しいゴミが出てきたという話ですけれども、一体それ以降9メートルの深さまでのゴミというのは一体誰がいつ言い出した数字なんですか。学園側ですか、工事事業者側ですか、それとも国ですか。太田理財局長。お尋ねの地下埋設物の深さということですが、地下埋設物については平成28年昨年の3月11日に森友学園側から新たな地下埋設物が出たという連絡があり、近畿財務局と大阪航空局の職員が実際に現地に足を運び、工事関係者から直接ヒアリングを行い、深さ 9.9 メートルの杭掘削工事の過程において廃材等が発見されたという報告を受け、廃材等がを多量に含む土が広範なエリアに積み上がっているということなどから新たな地下埋設物と判断したものであります。その上で国として地下埋設物撤去費用の見積もりにあたっては、今申し上げた点などを含めて総合的に勘案して杭掘削箇所の深さを地下 9.9 メートルと設定をして見積もりを行うということが合理的だというふうに判断をしたということでございます。宮本徹君。つまり国として判断して 9.9 メートルというのを決めたということですよね。確認しますけれども、先ほど工事業者からヒアリング等を行ったと言いましたけれども、工事業者や学園側で 9.9 メートルまでゴミがあったって話はその時あったんですか。太田理財局長。先ほどご答弁と申し上げたとおりでございますが、現地に橋を込んで、工事関係者から直接ヒアリングを行い、深さ 9.9 メートルの杭掘削工事の過程において廃材等が発見されたという報告を受けたと申し上げております。ですから、ね、その掘削過程で出てきたって話は業者したかも分からないですけども、 9.9 メートルのゴミの存在を主張した工事業者や学園側の方はいたのかいなかったのか、ここを聞いてるんですよ。太田理財局長。9.9 メートルの杭掘削工事の過程において廃材等が発見されたということを報告を受けているわけです。 つまりそれは 9.9 メートルの深さにゴミがあると言った業者や学園側の人はいなかったということでいいわけですね。太田そこを聞いてるんですよ。理財局長。時間ないんだから。今回の廃棄物混合度の量については 9.9 メートル 3.8 メートルという深さがあるんですが、その深さに平均して混入率 47.1% という混入率がかかっています。ですから 9.9 メートルのところまでのうちの 47.1% に廃棄物混合度があるという計算がすることが合理的だということをやっているわけです。宮本徹君。あのね、時間つぶしみたいな答弁やめていただけますか。工事業者も学園側もこれだけ聞いていたってこと言えないってことは誰も言わなかったってことですよね。それでいいですね。イエスかノーで答えてください。時間ないんだから。理財局長。何度も同じことを申し上げますが。何度も同じことを申し上げなったらいいですよ。宮本徹君。おかしいですね。結局ね、国として判断して決めたってことでいいわけですね。太田理財局長。国が決めたってことでいいわけですね。 9.9 メートル 3.8 メートルについてその範囲内において混入率が 47.1% という数字も含めて総合的に判断して国として合理的に積算をしたということを申し上げているということです。宮本徹君。まあ、国として決めたと初めはそのことをおっしゃいましたけど、なぜ私が聞いている学園が工事業者からそういう話があったのかというのになぜお答えにならないのか。いないから答えられないわけでしょ。結局国がですね、勝手に決めた数字なんですよ。国が作り出した数字なわけですよ。で、音声データではその国の判断で作ったゴミの深さ9メートルという数字に対して業者は確認できないと言っていたにもかかわらずですね、
一体なぜ国側の職員はですね、業者の言い分を聞かずに9メートルの深さというシナリオにこだわり続けたのか、本当不思議なんですよね。私3日前にですね、財務省に本人への聞き取り調査をお願いしましたが、聞いていただけましたか。太田理財局長。今のお尋ねは、先般の衆議院の予算委員会でお答えを申し上げました3月下旬の汚染データに関わることだろうと思います。で、この件につきましては、やり取りの全体を通じてどういうやり取りがあったのかということを聞き取った結果を、先般、28日でしたっけに、衆議院予算委員会ですべてお答えいたしました。それがすべてでございます。宮本徹君。いや、28日の答弁のペーパーをお配りしてますよ、私ね、そういうふうにおっしゃると思います。で、それ以降、私はね、このペーパーをいただいたから、全くおかしいじゃないかということで、もう一回本人に聞き取り調査してほしいというふうに言ったわけですよ。やられてないわけですね。太田理財局長。先般の予算委員会で御党の委員からご質問がありました。従いまして、私どもとしては慎重に丁寧に近畿財務局の職員から聞き取った、その結果をすべてそこに集約しておるということでございます。宮本徹君。まあ、この答弁ペーパーの内容でですね、国民が納得しているというふうに思ったら大間違いですよ。大体ですね、今日資料3枚目につけておきますけれども、学園側のメモもつけておきましたけれどもですね、音声データと同じことがですね、いろんなメモにも書かれてくるわけですよね。これも 9メートルの深さまで何が出てくるという報告を、財務局から学園サイドに言われていると。業者の側はないないないと音声データで言ってたわけですよね。それに対して財務局から学園サイドの9メートルの深さまで何か出てくるような資料をですね、出せと、作れと、でっち上げろと言ってるような話じゃないですか。で、私ね、3メートルより深いところにはそんなゴミはないというのはですね、工事業者も設計業者もみんな共通認識だったと思いますよ。4月9日から10日にかけて交わされた設計業者と学園の弁護士とのメールのやり取りというのが報道されております。設計業者がですね、こう言ってます。ボーリングデータで参拝が3メートルより深いところではない。正論で負けてしまいそう。学園側弁護士、提出はやめましょうか。設計業者、資料は抹消しました。まあ、こういうやりとりがですね、報道されています。私もこのやりとり確認しました。で、ボーリングデータをですね、国に提出するかどうかのやりとりで、ボーリングデータを出したら、不動産鑑定士に、3メートルより深いところ、ゴミはないということをですね、やられてしまうんじゃないかと、正論でやられちゃうと、こういう懸念をですね、やり取りしているという話なんですよね。ですから、3メートルより深いところにはないというのは、業者も設計業者もみんな共通認識でやってた話じゃないんですか。ところが国の側はですね、業者がないって言ってるものをあることにしようとしていったわけですよ。あの音声データの中ではですね、ストーリーと。いう言葉を財務省の職員は使っております。まあ、ストーリーね、物語、作り話ということですよ。で、財務省はですね、先日ストーリーという言葉を使ったのは不適切だったと、こういう釈明ありましたけども、国側の職員のまとめのセリフは、そんなところで作りたいですからね。作りたいというのは、まさにゴミの量をですね、課題に見積もるための作り話だったということになるわけですね。私、こういう作り話をやってるから、会計検査院からゴミの処分撤去費用というのは根拠がないんだということになったんだと思います。麻生大臣ね、会計検査院の指摘を重く受け止めると繰り返しおっしゃってますが、重く受け止めるんだったら、どうしてこんな作り話が作られたのかと、これ調べるべきじゃないですか。音声データもあるんですよ。どうですか。麻生大臣。森友学園の国有地の売却に関して、これはもう参議院からの要請に基づいて、いわゆる第三者機関であります会計検査院の立場で検査が行われたわけです。
で検査報告では国有地の管理処分手続きについてさまざまな指摘が出されていて、財務省としてこれを重く受け止めなければならないと考えているとたびたび申し上げていますが、その上で指摘された事項についてその内容というものをこれはしっかり検証して今後国有財産の管理の処分手続き等々につきましては必要な見直しを行っていくことに尽きるんだと考えております。基本的にはそれが基本です。宮本徹君。ですから重く受け止めたら今後の話をですね、当然改善の手を打つのは当然の話ですけども、なぜこういう事態が起きたのか、麻生大臣はね、夏ですかね、記者会見で私は部下の話を信じてるんだっていう話をされて、メディアでも報道されてましたけども、信じている部下がですね、喋っている内容が今までの政府の説明と違うということが、音声データの存在でも明らかになっているわけじゃないですか。そのもとでですね、あくまでもですね、過去のことについて擁護し続けるというのは私も大変問題だと思いますよ。これあともう一点お伺いしたいのは、この9メートルまでゴミをがあることにして値下げをするというストーリーですね。これ提案するというのは誰の責任で行ったのかなと。これ財務省の本省も関わってるんですか、このストーリー作りには。太田理財局長。お答えを申し上げます。今ほどの委員のお話の中でストーリー作りというのは私どもとして全くそういうことはございませんので、それは明確に否定をさせていただきます。その上で本省が関わっているかというお尋ねですが、財務本省から近畿財務局に地下埋設物の積算等について特段指示をした、関与したということはございません。宮本徹君。ストーリー作りは明確に指定したってですね、音声データはすべてストーリー作りを証明してるんですよ。根拠なくそんなことを言ったってね、ますますなんでこんなことを否定するのかということで国民は不審に思うだけですよ。でなぜですね、業者が確認できないと言っている9メートルもの深いところまでのゴミを見積もったのかと、鍵はやっぱりその前の森友学園側と、国側の協議にあるんじゃないかと思います。森友学園側がですね、土地の買い取りの打診をしたのが3月24日と、その際の協議のやり取り NHK が報じております。この協議で財務局側が学園側に対していくらまで支払えるのかなどと購入できる金額の上限を尋ね、学園側はおよそ1億6000万円と答えたということです。ちょっとお伺いしますけれども、この3月24日、森友学園側が土地の買収ですね、買い取りの打診をした際にですね、国側はどの役所のどういう方がですね、何人参加していたのか、明らかにしてもらえますか。太田理財局長。お尋ねは3月24日に買い取りたいという話が先方からあったときに、当方、誰がいたかというようなことだという思ってよろしいございますか。3月24日に買いたいという要望を受けたまわったのは、私どもの近畿財務局の職員と大阪高級局の職員がそれぞれ何人かいたということでございます。宮本徹君。それぞれ何人か、近畿財務局は池田統括官含め複数いらっしゃったということですか、何人かということは。太田理財局長。何名参加したかということは明確には記憶してないということでございます。宮本徹君。何名か分からないけれども、近畿財務局の職員と、そして大阪航空局の職員、両方いたということです。でこの森友学園側のですね、購入限度額を聞いた場に、大阪航空局の職員もいたということなんですね。で大阪航空局はその後、ゴミの処分費用を見積もる側ですよね。つまりですね、大阪航空局は、森友学園側の購入限度額を頭に置いてですね、逆算でゴミ処理費用を算出できる立場にこの時点からあったということになります。でもう一点お伺いしますが、いくらまで支払えるのかと購入できる金額の条件を尋ね、学園側はおよそ1億6000万円と答えたと、こういうやり取りというのはあったんですか。太田局長。
今のお尋ね、2つのお尋ねがあったと思っております。まずこういうやり取りがあったかということでございますが、これは先般の衆議院の予算委員会でお答えをさせていただいております。で、その時にお答えを申し上げたことは、平成28年3月に新たな埋設物が発見された後、森友学園側とさまざまなやり取りを行っており、具体的な金額について記憶はないが、大阪府の認可との関係で借り入れの金額に限度があることから、買う場合の金額にも限度があるという話は森友学園からはあったということを申し上げております。それからもう一点、大阪航空局が廃棄物の撤去費用を積算するに際し、最終的な金額をが分かってそうなるようにしたのではないかということですが、売却までの決定まで、それは聞いてないです今。よろしいですか。はい、宮本徹君。それで限度額があるという話を聞いたという話ですよね今。で、具体的な金額は記憶はないけども、それ以外の部分は詳細な記憶が担当者にはあるという話なんですね。で、ちょっとお伺いしますけども、購入する金額に限度があるという話があったということは、まあ、具体的な数字は覚えていないけども、具体的な限度を示す金額のやり取りもあったということでいいですね。太田次財局長。大阪府の認可との関係から借り入れに限度があるという話を承ったということを言っております。宮本徹君。いや、報道ではその金額が1億6000万って流れているわけですが、その1億6000万を覚えてないにしても、具体的な金額の話もあったんじゃないですかって聞いてるんです。太田局長。聞いてないです。先般の衆議院予算委員会のご答弁は、それなりにすべて調べ尽くした上でのお答えでございますので、具体的な金額の記憶はないがと、ただこういう限度、考え方として限度があるというようなことを申し上げたつもりでございます。宮本徹君。報道ではですね、1億6000万という数字が出てるんですね。で、記憶はないけども、そんな数字はなかったというふうに否定もなかったということでいいですね。太田局長。記憶がない以上、1億6000万を肯定も否定もできないんだろうと思います。宮本徹君。肯定も否定もできない、都合が悪くなるとですね、他のところは詳細に覚えててもすぐにですね、肝心なところは記憶がないで逃れると、複数出ててですね、みんな揃ってですね、都合が悪いところだけですね、記憶がなくなるってバカな話ないですよ。もう一つ、私の聞いた中でですね、答えてないんですけども、いくらまで支払えるのかというのを財務局の側から聞いたのかと、この点は確認したんですか。太田局長。先般の予算委員会でお答えしたことは、先ほど申し上げましたとおり、いろんなことをすべて確認をして、それをすべて集約をしてお答えをしておりますので、それ以上のことはお答えのしようがございません。宮本徹君。いくらまで支払えるのかといったことについても記憶がないということですか。肯定も否定もできないということでいいですね。太田局長。予算委員会でお答えしたことがすべてでございます。宮本徹君。ですから肯定も否定もできないのかって聞いてるんですよ。太田局長。再三で恐縮ですが、ですからと言われば、ですから、それがすべてだと申し上げております。ひどい答弁ですね。で、いくらまで支払えるのかっていうのをですね、財務局の側から聞いたというのはですね、大問題ですよ。これ繰り返し繰り返し流れてて、しかも検察筋の情報としても流れてるわけですよね。やっぱりですね、近畿財務局のですね、当事者にですね、この場に来ていただいて記憶を呼び覚ましていただくということが私はどうしても必要だと思いますよ。委員長、池田近畿財務局当時の統括官をですね、本委員会にですね、
証人として呼ぶことについて求めたいと思います。理事会で協議いたします。委員長、締めてください。時間です。率直にですね、これだけ音声データも出てメディアでも報道されていることについてですね、そういうですね記憶がないということでですね、全部済ませるというのは加計学園の問題と一緒でですね、これは国民の不信はますます深まるだけだということを厳しく指摘して質問を終わります。